が舞台になっているんですが、うん、学園の中がですね、霧に覆われている場所と霧に覆われてない普通の場所があります、ね、ここ階段上霧ありますもんね。そうですね、うんうん、ちょうど、じゃあもう行ってみますか。境目のところですね、はい、どんな感じなんだろう。おお、モヤがかかっとる。あ、喋ってくれてる。イベントが。さて、霧の中を探しましょうか。探そう探そう。不安そうな顔してます、ね。不安そうな顔してます。眉毛が大丈夫かな。マジで行くのって顔してます。本当に。そうですよね。霧が満ちている。うんうん、霧が満ちている。うんうん、霧の中では。マットゲージ。はい、マットゲージ。うんうんうん。出ておりますね。はい。霧とマット。霧の中ではマットが増加しますと書かれておりましたけれども。うんうん、ここに気をつけて 100% にならないように探索をするということですね。おっしゃる通りです。とりあえず発狂させてみます。結構ゲージが早かったですよ。今一瞬でもう分かりました。あ、また分かった。結構早い。意外と急がないといけないかもしれない。ワニちゃんがいる。あ、でも時間か。いや、時間じゃなく歩数。歩数ですか。歩数何時だろう。時間ですね。時間で。なんてことだ。バーニータスの状態でずっと悩んでるとか、無関係の生徒の前に出ないようにって言われよ。大丈夫だ。霧の中にはまともに言われよ。大丈夫なんだろうか。ここからのんびりお前たちの様子を見させてもらうぞ。見てるんですね。あー、下がってた。いろいろね。ここで必要なアイテム買ったりとか分解とかもできるって感じ。なるほど。すごい見渡せる。ね、立ち込めてますね。立ち込めておりますね。ゴー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 。わー、怖い。結構怖い。結構怖いですね、これ。結構怖い。見た感じがすごい。結構見通し。何か立ってる。あ、そこに話しかけてる人がいるでしょ。ねえ、みゆう。さっき帰ってきた英語の中間テスト。どうしたの？どうしたの？どうしたの？やばい人じゃん。また私一人赤点だったら。練習してるのかもしれない。演劇部か。演劇部か。演劇部か。私たちも一緒だって呼んで。異常者って今言っちゃって。演劇部じゃないじゃん。異常者であり演劇部かもしれない。まだその可能性はあるかもしれない。まだ演劇部の可能性はあります。話しかけてみないと分かんない。なるほどね。話しかけたら演劇部の可能性あるという。話しかけてみますか。演劇部かもしれないから。案外ね、もう溜まってきてますんで。みゆは私が言って練習中でした。すいません。何、明らかに首がカクンカクンしてる。誰、なんかちょっと私たちに何か用を。私たち一人じゃん。私たちどけどね。ダメ、この子から離れるわけにはいかないの。演劇部の線は約束したから。入り込んでるね。約束の邪魔するな。見えない。ただじゃ置かないから。設定なのかもしれない。約束の邪魔をするなら一旦引きましょう。一旦引きましょう。何をしてくるか。何をしてくるか。本当にやっぱり危ない。約束って何のことかな。約束私がいなかったらどうするつもり。この霧の中にはこういう彼女みたいに、演劇部の彼女みたいに、当選簿をするキャラクターであったりとか、私がいなかったらどうするつもり。謎を解かないと進めないギミックがあったりするんですけど、この霧の中を探索してマット地に気をつけながら情報収集したりとかすると、ヒントが見つかって。お、何か光ってますね。そういうの集めるんだ。あ、メモ。はい、夢の中にいるみたい。おかしいことがおかしい。お願い、一人にしない。おはよう。なんか今日は天気がいいね。おはよう。今日は天気がいいねって。演劇部の声かもしれないです。なんか演劇部の声か。なるほどね。絶対手を約束という単語が出てきますね。席について。絶対に手を離さないから。ホームルームだよ。席についてって。怖いな。これ怖い。なんかドキドキしながら謎解きするの楽しいですね。なかなか怖い。今さっき本とかを手に入れたからどうするつもり。そうですね、約束の内容が今分かりましたが。ちょっと分かったかな。聞いてみる。何？誰？わ。増えてる。増えてる。さっきどいてほしいって言ったから、違うよって教えてあげますか。何言ってるの？ここですよ。めちゃめちゃ頭悪いの。めちゃめちゃここですよ。おかしくなってるんでしょう。あんたも。
ああ、なるほど。そっか。異常者。なるほど。なるほど。なるほど。冷静です。冷静。本当に立花さんどこに行ったんだろう。どこに行ったんでしょうか。どこに行ったんだろうな。私がいなくもう一回話しかけたのやつ何ちょっとロッカーの周りにハエらしきものがたたっているのがすごく僕は気になる私たちに何本当だ本当だ虫飛んでますちょっと気になるやばいやつじゃない勘のいい方ですね勘のいい方は嫌いですよ手を離さないんじゃなかったの私手を握ってない一体いつからやばい気づいちゃったトリガーが臭いロッカーこの臭いロッカーミユはどこなの絶対に手を離さないって約束したのに約束したのに気づいちゃった勘のいいガキは嫌いだよごめんなさい私があなたを守らないといけないのにザクザクしなになにこのザクザクした音おいとにかく何何これで先に進んでる冷静冷静だよ臭いロッカーの前で冷静だよ遠ざかっていったんだこのロッカーなんだか変な匂いがする開けちゃダメでしょこれ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 ダメなやつだ開け開けるの出るかなあ出ないあないよかったないじゃあちょっとないですよねまあ物によったらもしかしたらこうねレーティングが Z になって出せない可能性もありえるかもしれないですね。あ、何かとかありました。何か、何これ？スマホで遊んでる人がいるぞ。スマホの祭壇が。スマホの祭壇、この祭壇。スマホの祭壇ありました。何あれ？着信音。着信音も変だし。だよ、のぞみちゃんは。すごい。ゾクゾクする音がします。あ、バニーちゃん。あ、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 なんか出してる。あれこそが異界への呼び水深淵の残りがイデアに通ずる着信着信というワードが着信とイデアというワードすごい捕まり方慣れて怖いなもう文句を言う気すら湧いてるんだなこれが慣れた確かにどうしたどうしたのぞみ口をパクパクさせて。どうしたどうした。もう表情差分が。やだ。怖いのも驚かされるのも苦手なのに。なるほどちゃんですが実は隠された。突然出てくるのよ。確かなるほどなるほど。でした異常者になってしまった。今までしっかりね引っ張ってくれてましたもんね。ずっと我慢してたのに。かわいい。かわいい。結構冷静に見えたのはちょっと意識してたのかもしれない。ね、頑張ってた。頑張ってたんだ。やだよ。かわいい。お、落ち着けよ。我が悪かったから。バニタスが焦ってる。なんか珍しい。僕からは驚かすような出方はしないから。な。よし。かわいい。いいですね。いいね。局長、お前もなだめるのを手伝え。巻き込まれた。なだめる。よかった。なだめるミニゲームと始まんなくてよかった。タイミングに合わせてそうじゃない。忘れて。かわいい。局長もバニタスも。今のことは忘れて、見なかったことにして、絶対だよ。ほっこりするイベントがありますね。驚かさないっていう約束もか。今、イデアっていう単語と先ほど着信っていうキーワードが出たんですけども、ここのゲームでも学園の異常であったりとか、まあ霧ですね、活強度を高める霧っていうのの元凶がイデアと呼ばれる異界にある物体でして、でそれを壊すために霧の中を探索して特殊な電話に出るとイデアというもののある異界に行けます。でそれを壊したら、まあ、徐々にストーリーが進行して。なるほど。そういうサイクルになる。霧の中の怖さも増して感じちゃうし、ことはもう積極的にイデアを見つけて、そうですね、それでよくこんなところまでついてきたな。探索して電話を探して、ただ怖いな、恐ろしいな。副長一人危険な目に遭わせるなんてもっと嫌。死んでも嫌だったから。いいことね。怖いけど行くんだ。かっこいい。望み。おまとめ。いいことになるな。
構中の人もまともじゃなくなってる。私の腰を折ってしまった。あれがイデアのある誤解に通じる着信だ。はい。霧の中にはこういうふうに誰かが住んだ、まあ移動者が住んだんでしょうね。こうスマートフォンが積まれてる場所がありまして、ここがイデアに通じる着信が受けられる場所で、ポイントというか、シンボルになっている。なので霧の中を探索してあのシンボルを探して近づいて電話に出るとストーリーに関係する戦闘を遊べるというサイクルになっています。あ、じゃあこれでそれに出ればあ、戦闘が始まる。あ、コールが来てますね。すごい。あ、じゃあちょっと電話。あ、異界に通じる電話に出て自分の携帯でこうなったら一番やだよ。行ってしまった。行ってしまった。はい。あらこういう形で異界か。これがイデアというやつですね。あれがイデア。あら楽しいですね探索。まだまだいっぱいあのいろんなレパートリーのある異常者たちがいるのでいろんな場所で探索して。異常者ってすごい。異常者のびっくり箱みたいな。すぐに叩き割ってしまいました。なるほど。なんで食レポみたいに。でもなんかいろんなメモがあったりとか、それぞれのここになんか背景のストーリーがあって、それを知っていくのも面白いですね。ね、楽しいですね。音が怖いですね、本当。いや、本当ドキドキしました。それでは続きましては神尾先輩にちょっとバトルの方をプレイしていただきたいなと。楽しみです。まずはいキャラクター配置ですね。右の各場所に、今最初の方なので主人公とのぞみちゃんとあと眷属一体という形なんですが、まあ、これは徐々に増えていきます。で今ノーエントリーってなってる時にあそうですねそう配置をいただくとあで切り替えたりとかもできます。で配置を変えてで戦闘スタートして始まるんですがちょっとお待ちいただいてキャラクター紹介キャラクター配置のページから、そう配置一番右手の左のところのボタンとかを押していただくと、あ、そうですね。これですね。はい。このゲームなんですけれども、敵を倒したら経験値が入ってすぐにレベルアップしていくみたいなゲームではなくてですね、各キャラクターごとにある能力、例えば主人公のところで能力解放という、あ、そうですね。まあ、それは一覧でして、ね、解放。ツリーがあって、そうなんですよ。で、このスキルツリーを戦闘に勝ったりとかあと霧の中探索してても手に入るんですけれども左下にあるスピリットというこれですね、はい、82のやつを消費して徐々に解放していけます。なるほど。しかもみんな共通なわけですね。あそうですね。じゃあちょっと誰を評価するかのぞみちゃんに曲振りで、ね、おいいんですか。曲振りでいきましょう。強そうですからね。振り分けるとレベルが上がっていく。そうなんですよ。スキルが解放されるたびにレベルが上がる、ね、これはなかなか何を優先して振っていくかとか誰を優先して振っていくかとかいろいろありますね。あります。ありそうですよね。基礎値を上げるのかそれとも技能を身につけるのかとか。確かに、もう後輩に育てましょう。ひたすらさすらに技能を覚える。のぞみちゃんの攻撃のね、この範囲が結構大きめだから、ね、広めですからね、うんうん、とってもいいんじゃないかという。最初受けないし、ね、睡眠耐性です、ね、スピードが不足している。こんなもんででしょうか、うんうん、はい、あだいぶ強くなっちゃった、ね、お主人公もちょっとだけやっていきましょうか。気持ちレベルを。でちなみに先ほどのスキルツリーの解放なんですけども途中でリセットとかもいつでもできる、振り直しもできたりする。そうですね。わかりました。じゃあこの形で、はい、いきましょう。望み無双いきましょう。望み無双お願いします。頑張れ。いくぞ望み。かっこいい。バトルスタート。バトルスタート。なるほどね、共感を行うとってことですね、うんうん、そうですね。主人公だけが使える剣の共感を使うと必要でもあるしと、はい、またバトル曲いいっすね。 ありがとうございます。マスコブシの聴いてる素敵な BGM、ね、いいの。あ強そうだ。いっぱいある。いろいろありますね。まだ下にもあるんじゃない。かなりいいの。おーいっぱい捨てちゃったね。しました。かなりいいですね。これはいっぱい捨てちゃったもんね。ベラビ
放題、範囲が広いですね、うん、そうですね。でこのゲームあの近くで敵の近くに殴っちゃうとカウンターとかが出るので、うん、のぞみちゃんみたいに、あ、そうですね、こういえばね、カウンターが出ましたもんね、これでね、あ、これで殴っちゃうとやられちゃう、出る前のここら辺でまあ、はい、からやると、はい、うん、反撃戦を受けない、受けず、なるほど、もう国宝共感ですよ、おお、つながれソソル、ヨーダ、ユダヌ、お願いしますということで、もう一回行動ができる、もちろん、そうですね、ちょっと後ろに回りたかったんですよね、強いのはどれだ、これか、パワーが、そうですよね、うん、60が一番強そう、これはバックアタックだ、バックアタックだ、すごい、バックアタックから攻撃をするとよりダメージの補正が入るという、これは、おー、いいですね、あ、やべ、レベル上げてねえから、そうです、敵の方が今のとレベル高いぐらい、あ、しかも後ろからバックアタックされる、あー、危ない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 、そういう点もあるのか、バック取りに行くと奥に行っちゃうから、そうですね、よくよく見るとマット以外にアウェイクっていうゲージがあったり、そうなんですよ、うん、ちょっと仕留めなきゃね、うん、敵のなかなか、うん、2人現れてしまいましたけれども、そうですね、倒す、おすすめは誰か一人の敵を集団で囲んで殴るのがやるとですね、はい、積みだ、あー、そうだ、おー、倒せた、二体か、うんうん、二人分の意味が詞が二つありますけれども、現在ここで見えるのは一体、あ、この右上の地図の奥の方にもう一人いますね、そうですね、マップあるのもいいですね、カウンター来ますね、すいません、容赦しない、おー、倒した、え、なんかアイテムドロップしてますよ、はい、今あの神尾さんの従えてる眷属はあの突っ裸の状態なんですけれども、うん、敵の、悪魔たちのように装備をつけさせることができてですね、うん、今みたいに敵を倒すと装備がドロップしていって、これをカスタマイズすることで、まあ、いろんな能力を出したりステータスを上げたりとかっていうのができます、壁越しの戦いを行っております、のぞみ頼んだ、おお、のぞみゴーゴー、もちろん、ね、すごい強化されてますのぞみゴーゴー、バックアタックが乗るぞ、やりて、ちょっと至近距離で殴ってパウフルですね、オーダーのままに、なんてあ、何もできない、あオーダーをたくさんしてしまうと全くなるもん、そうなんですよ、うん、なので、のぞみちゃんのマットゲージがどんどん高まってて 100% になっちゃうと、まあ、発狂というデメリットになっちゃうので、いやー、発狂させたいですね、主人公が共感でつながってる時に発狂すると2人とも発狂しちゃう、いやでもナイスプレイです、発狂が連鎖したんですね、かっこいい、かっこいい、バーサー発狂回数、覚醒回数、はい、でゲームクリア時にリザルト画面が、お、素晴らしい、なんかいろいろアイテムが手に入ったんで剣族にこう装備ができるような感じなんですね、これが、そうですね、覚醒回数、発狂回数、はい、発狂覚醒回数っていうのもなかなか気になる、そうですね、気になるワードが出てきましたね、ゆっくりとここのあの、色欲と強欲の子ですね、本当だ、たまたまなのか、たまたまなのか、という形で、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、で、あの神尾さんに今プレイしていただいた、はい、内容を引き継いで、あの黒木さんに別のステージを先頭していただきたいなと思ってます、先ほどのね、バトルの、うん、あの状態のままなので、はい、先ほど得た経験値などなども割り振れる、うん、ってください、はい、どうします、これだ、どうしましょう、でも今のところのぞみちゃん強化状態ですけれども、さすがにちょっとバランスを取りたい気もするので、助かります、若干、え、敵強化、敵に共感もできるんだ、そうなんだ、
敵の技を使えるようになったり、敵が能力高まってる時に共感するとそれをパクったりとか、まあ、真似できたりとか、敵のバーパクったりってことですね。そうですね。確かに強気やだ、良さそう。中二心がくすぐられますね。強敵に大ダメです。残り13ポイント。もう少なくなっちゃったのか。もう取れるもん。それが取れます。配信の時期取れますね。これにしておきましょう。剣族に装備って覚えてやる。ありがとうございます。で、バッツボタンというかちょっと前の画面に戻っていただいて、はい、R タブで剣族のところに行っていただくと、本当だ、剣族機というのがあるんですけども、剣族機、はい、たまにどれがいいですか。あ、これがさっき落ちたやつか。さっき、はい、うん、取りました。能力の伸び的にはでもなんか、ね、そうですね、さっき落ちたやつよりなんか、うん、こっちの方がいいですか、もしかして。あ、それは初期ですか。あれ、あ、それが今装備してる子ですか。お、こっちにしてみて。あ、はい、変わった、手に入りましたね、うんうん、これはスキルどうなる。スキルとかもあるんだ。あ、そうなんですよ。2つ名がついている剣族機というのがありましてですね、はいはい、この2つ名がついているやつには、剣能であったりとか、まあ、能力がついていて、これを装備するとその能力も使えるようになると。すいません、足装備手に入れてなくて。いや、全然大丈夫ですよ。でも一気に見た目変わりますね。ですね。そうですね。かっこいい。かっこいい。よし、じゃあこれで戦いに行きますか。挑みますか。ゴーゴーゴー。ここ、イエス。行くぞ。力に。ですね。行くよ。ジャラジャラにしたいですね。剣族もね。すごい趣味だね。なんだあの緑の。緑、回復かな。なんでしょうね。そう、さすがですね。鋭すぎてちょっとびっくりしました。あ、範囲内の敵すべてに攻撃とかも持ってるんですね。持ってます。すごい。行くぞ。共感しときたいなぁ。つながれ。刺さりました、うん、で、まあ1体ずつ倒したいけど、射撃はね、届かない。範囲は広いですけれど、それかリオ、それかリオーダーですよね。届かない。確かに届かない。ユダム、あ、主人、あ、主人公リオーダーいけますね。任せてくれ。お願いします。で、でだ、いろいろな技が。何、自身の AGI って何ですか。素早さですね。あ、そうです、臨床系です、ね、容赦しない。あ、届いた。これで素晴らしい。素晴らしい。助けなかった。さすが待機。待機いいんですか。後ろから来た。あ、後ろにも後ろにいたの。本当だ。あ、なるほど。マップよく見ないといけませんね、これ。そうですね。剣族狙われちゃう。あと、ちなみにその敵ターンとか煩わしいっていう方はこのゲームクイック、あの早送り機能があるので、うん、そちらのボタンを押していただくと、うん、まあ、自分のターンも含めて行動を早めに倍速で、うん、はい、届かない。あ、ギリ届かない。こういう時にリオーダーをすると届かない。ここに待機しつつということか。じゃあちょっとこっちに寄りつつ、あー、でもだいぶ、え、だいぶ近くないと利用だってできないですか。行動が済んだキャラクターじゃないとダメなので、うん、今のターンだとのぞみちゃんしか、はい、できないのか。そうなんですよ、うん、じゃあもう移動しかないんだ。のぞみちゃんをそこら辺の近くにしといて、他のやつでリオーダーすると思います。そこからのリオーダーを受ける。賢いです。なるほど。こっちも倒、あいつ寄ってくるの待ちますか。さっき待機してますからね。放置してもいいかもしれない。お、いいですね。こういうことだ。のぞみ行けと、曲ぶりのぞみが行くんだ。頼んだ。もう刺しちゃおう。そしてリオーダーできちゃうよ。リオーダーして追撃してしまいます。できちゃうよ。そういう手もありますね。あ、そうか、その子弱いから。確かにこの子はレベル1です。そういうのはいいですけどね。
任せて、はい、みんな賢い、どんどん、どんどんマット上げてこう、どんどんマットになっていきますね確かにこれで多分倒せる気が、うん、すちょっと怖い、あーやっ、おお、足を下げる、あー痛いです、あいつは動いた、はい、サボってますね彼は、なんか、なんか、なんか汚いものをやめてください表現の仕方やめてください、あ、これ共感で主人公の方にまで汚いものがそうなんちゃってますよね、ごめんなさい、お互いの共感を、はい、いける、あ、いけるんじゃないかな、ちょっと待って、カメラをこうして、ほら、あ、当たってます、当たってます、いけてますね、すごいすごい、あ、痛いです、毒、勘弁してください、主人公もじゃあ範囲攻撃できるってわけでもないですね、何か技持ってますかね、範囲攻撃はないですね、そうですね、うお、でもそっか、アシストがすごく、アシストがすごく、なんでその距離で外すの逆にその距離だからなのか、びっくりしちゃった、くじく、じゃあそれで攻撃するとみんなアシストしてくれるんですもんね、そうですね、うんうん、なので本来こう遠距離攻撃系のキャラクターをアシストの起点にして、うん、みんなで一体をタコ殴りにするのが、なるほどなるほど、序盤の戦闘としては強いです、いいぞいいぞ、彼はサボってますね、ちょこ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 、お、え、え、お、え、お、あー、ほら、のぞみさんが、のぞみさんが、のぞみ、そんな、あれ、うた、確認してなかった、体力管理を怠りましたね、え、これコールで起きる、これは復活とか、復活はアイテムとかスキルで復活のものはあるんですが、今はまだない、序盤なのでないという感じ、うん、よし殺しきろうこれだってけるかな、のぞみちゃんはあれですよね、ちょっとヒーラーポジションというなんか癒す技持ってましたもんね、そうですね、あと1体、あと1体、のぞみさんがいなくなってしまったのか、脳筋ヒーラーが突っ込んで死んでいった、ずっと倒れてるんですか、のぞみごめんね待って、これあ、でも届かないのか、これ待機です、ますよ、やめてください、ああ、あ、死んでしまいます、大丈夫か、のぞみ届くか、大丈夫か、のぞみって言ってくれてるけど、もう大丈夫じゃないなこれ利用出して、あ、そっか、でもできないのか、そうですね、あ、あ、もう始めなんで大変です、うんうん、そうそう、ちょっと離れ、ちょっとレベルが低いから離れて、離れて射撃ですね、はい軍師になってますね、ヒントばっかりだから、いよいよ、うん、大丈夫か、のぞみいける、あ、むしろ主人公がやられてしまうとゲームオーバーです、やばいですね、そうなんですよ、このゲームは主人公がやられなければ、まあ、セーフ、会心の陣形を後ろからやっちゃって、後ろから、あ、確かに確かに、バックアタックが、ね、出たかな、えい、お、お、バックアタック虚しいな、おー、そうそう、強い強い、一気にいった、あ、反撃が、あ、でもいけそう、いけそう、積みだ、倒した、すごいドラマティックな、ありがとうございます、ギリギリの戦いでした、めちゃくちゃドラマがありましたね、すごい、助けていただいたいいです、たくさんいっぱいいっぱいもらいました、ね、足の装備も出ましたね、すごいですね、あ、あ、あ、いい感じです、いい感じです